今回紹介するのは「科学的に正しい英語勉強法」という本です。何年やっても成果の出ないあなたへ毎日コツコツやるべき忘れないうちに復習すべき若いうちから勉強すべきその常識を捨てれば英語は身につく科学的に正しい勉強を非常にためになる内容です。 特に早期と交互学習は確かに効果があると実感すると同時に私は塾で英語を教えているのですがその生徒たちも上記の学習法を用いることで成績が上がるのを目にしてきました。経験則での勉強法も正しいかもしれません。しかし、か 人のさまざまな経験よりも科学により導き出された学習法をまず試すべきだとこの本を通じて再認識しました英語の学習法に迷っている方はぜひご一読を値段以上に価値のある本だと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。